大下さんにガーシーのこともちょっと聞いてみたいんだけど、ガーシー帰ってきたんだけど、はい、どうですかガーシー、うん、ああいう、うん、あんまり関心がない、まあ、いやあのねもちろん揺すってるわけだからね、はい、そうそう恐喝だからね、恐喝ですからね、恐喝だから考えてみたら、うん、ね、例えば、まあ、週刊文春はあの揺すってもお金を読者から取るわけで、はい、ね、揺すってるわけじゃない、いや揺すってるだけで、いやその悪いことを書いて、はい、読者から取るわけで、うん、こっちは読者から取ってないわけですよ、はい、取り方を、ね、ガーシーはね、まあ、だから見た人から YouTube 見た人から取ってる、うん、YouTube 広告で取ってるわけですよね、まあでも他人の悪口は花って言うけどさ、うん、だからそういう面で言うとさ、うん、まあ日本国民、うん、ね、このまあ全部だけどね、悪口っていうか、まあ、恐喝だからね、まあ、まあ、いや、まあ恐喝もあるんだけど、そうそう、批判っていうのは、うん、ね、やっぱり楽しみすぎよ、うん、そうな、まあ考えてみたら週刊誌だってね、うん、昔の週刊誌ってのはおとなしかったけど、うん、どんどんね今激しいじゃない、うん、ね、まあ、まあそうですね、それはね昔ねやっぱり、うんうん、昔の週刊誌ってのはもともと新聞社系で、うん、もちろん週刊文春、はい、週刊新潮だけど、まあね、我々のいたことから考えたら、うん、今のこの週刊文春だってさ、うん、あのね、昔に比べるとさ、ね、昔は穏やかだったですよ、そうそうそう、まだね、うん、あの不倫を書くにしても、うん、今やさもう不倫を探すためにさ、うん、ね、不倫が武器になってやってるでしょ、はい、だからそこまでさ、いやいい悪いって言って言わないんだけど、うん、だけどまあ文化がさ、うん、あの過激になって、そうそう、ね、だから新聞文化から週刊誌に移って今もね YouTube こうなってるでしょ、はい、これも関係してるよさっきの ね、はい、そうだね、だからどんどんさ過激に激しく許さないという、うん、だから戦後の文藝春秋をね、うん、作った池島新平が週刊文春ができた時に、うん、そのまあ週刊誌だからね、そのスキャンダル書くもしょうがないけど、うん、書いた相手が、うん、取材して書いた相手がその記事を読んだ時に、うん、まあ文春に書かれちゃってしょうがねえなと、うん、ね、笑って許してくれるようなぐらいに程よく書けということを言ってたけど、それじゃ全然面白くないから、うん、まあ、どんどん過激になるわけですよね、うん、で我々のことだってね、おっしゃったと、僕は結構過激にはやってたんだけど、うん、はい、で今ほどのなんていうか、過激さはなかったな、うん、週刊、まあ、週刊文春があって、うん、より過激なのが新潮でしたけどね、新潮、うん、というのは週刊文春はさ、ね、やっぱり、うん、あの他人のあの盗人にも話を聞けっていう、逆に言うさ、うん、ね、うん、あの やった人にね、うん、あの話を聞くっていうのが文春の中にあったじゃない、うん、はい、週刊新潮を初めからこいつ悪いやつだって頭初めから殺しといてね、はい、あと解剖の仕方を見てねこのインテリの書き方を見ろって言ってさいやらしくやってるじゃないこれが週刊新潮だけど、はい、そのスタイルがだんだんね、はい、文春もさ、はい、新潮化されてきてるよね、まあね、うん、っていうかまあ、そうなんやと売れないし、うん、まあ週刊朝日がなくなったから、まあ、うん、まあ、あいらを取り上げようと思って、うん、あいら、まあ、久しぶりにね買って読みましたけど、うん、まあやっぱあんま面白くはないなだからもう普通ね、だってね、あれですよ、だってあの月刊誌で、うん、月刊誌っていうかいろんな雑誌で一番売れてるのは、うん、ハルメクっていうさ、あの中年女性向けの実用紙ですよ、これ定期購読紙だけど、うん、これがあの49万そう、月刊文春いくら、月刊文春21万だもん、その半分以下ですよ、うん、だからね、これなかなかね、紙の媒体は相当きついですよね、紙の媒体がまあ全部なくなるとも思わないんですけど、うん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 、まあどんどん減っちゃうのはまあ仕方がないですかね、ニューズウィークは米大統領選だけど、ね、まあこれ分かんないからね、まだね、候補も決まってないんでね、ま、ここからですからね、ここからですからね、このバイデンについて、この、うん、ニューズウィークに、はい、そもそも彼は誰にも期待されてない時こそ最高のパフォーマンスを見せるって伺いや、これはすごい面白いで、ここの中であの、うん、ダンベリーっていう人があの書いてるんで、ちょっと面白いなと思ったんだけど、各国のね、はい、21世紀の大統領選を見ると、はい、うん、その大体半分ぐらいしか取ってないと、うん、はいはい、50何パーセントとか、そうそうそう、はい、圧勝してる人はあんまりいないんですよね、大体その大統領選全部その大した差がないんですよね、うん、アメリカ大統領選だって 30% が
取っちゃえば、うん、片方の政党を取るわけですし、その政党が 51% で、うん、ありますもんね。イスラエルのネタニヤフに至ってはその 49.5% でなってるわけでしょ、はいはい、とかね、張本のことを取り上げてましたけど、はい、木村寛さんが、はい、張本はもう韓国でもの球界でも英雄ですからね。そうですね、うん、でその彼がね、うん、そのまあ彼はあのユン・ソギョル大統領支持派なんだけど、はい、いつまで日本に謝罪しろ金を出せと繰り返さねばならないのですかと、恥ずかしいですと、当時は弱肉強食の時代で韓国は弱かったから国を奪われました、絶対あのようにやられてはいけなかったのに、これからは韓国もプライドを持って日本と対等に手を取り合い隣国としてやっていけばいいのではないでしょうかと、これは朝鮮日報で、そういうインタビューをしてですね、またあの反発食ったりしてるんですけどね、はい、これはなんか正論ですよね、これ。そうですね、 前も取り上げましたよね。そう、取り上げましたけどね、そうそう、はい、これ木村寛さんがね取り上げて、韓国では、うん、この張本さんの背番号10が永久欠番になって、これは要するにっていうのは、そうじゃ張本のがなってるわけじゃなくて、はい、その10をつけた選手が多かったわけですよ。なるほど、韓国のプロ野球、ね、でその人たちのがみんな永久欠番になってるわけと、うん、はい、それと王さんがね、王貞治が、はい、要するにあのに世界日本記録作ったでしょ、はいはい、あの時の1週間私が取材したんですよ、ずっと。 そしたら面白かったのは、うん、ヤクルト戦で打つんですけど、うん、打つ時にお風呂に入ったのが張本と王さんとか、あ、一緒に、うんうん、そして私がそこを取材したんで、うん、面白かった、うん、王さんはやっぱりね、王さんは右の側だけにホームラン打つんですよ。そうです ね、はい、ライトにね、体がサイボーグでした。体がね全部ねこうね、体が作った肉体なの、はい、そしたら張本さん、我々の体と変わらない普通のスラー普通の体でした。あ、そうだけど、その張本は普通の体ってことはサイボーグじゃないんだよ、うん、しかしそれ右左にものすごくムテ勝るよ、うん、ああと思った、はい、体が右左ね自由に打つの、はい、王さんがもうね右しかダメなの、はい、ね、そのね、はい、2人のね、あの肉体がね、はい、裸でね見ながらね、はい、2人のね、はい、打ち方をね、はい、思ってね、はい、張本のね凄さもね、はい、感じたです。それで大下さんも裸で取材しました。いやいや、私は裸でなかった。あんなの知ってます。やっぱ